はい、こんにちは、タクです。さっき起きたとこです。朝起きてハッピーセットを食べに来てます。まあ、これがね、今15時過ぎだったんだけど、これが朝ごはんです。で、おもちゃももらってます。ハッピーセットサラダです。まあね、なんだろう、今ね、年末じゃん。まあ、こんな年末に働いてる人本当大変だなって思いますね。もう社畜でね、社畜になって働いてる人大変だと思います。まあそういうのから解放される方がいいと思いますけどね。うん、もう起きる時間も自由、何しても自由、自由がやっぱり一番いいと思います。なんかハンバーガー食べててさ、ピクルスなしでとか、たまになんか並んでたら注文入るじゃん。いや、普通にさ、ハンバーガーにピクルスなしを注文するってさ、そもそもハンバーガー食いに来るなよってね、俺はね、思ってしまう。たまに並んでてさ、言う人いるんだよ。ピクルスなしでとか。ピクルス食べれないとかさ、ハンバーガー食うだよって話なんだよ、そもそもで。うん。ハンバーガーって言えばピクルスだからさ、これどこ行ってもそうだからさ、なんか、ピクルス入ってないハンバーガー食べたいとか、ちょっとね、変わり者っていうか、おかしい人だよね。たまにいるんだよ。うん、たまにいる。なんかラーメン屋とかでもね、なんかネギなしとかさいや、それだったらラーメン食うだよって話なんだけど、たまにいるよね。うん、面白いというかさ、ネギ入ってて当たり前じゃないのみたいな普通に思うんだけど、俺的にはね。うん、なんかね、年末か知らないんだけど、マクドナルドお客さん少ないね。まあ、こんな年末とかお正月にマクドナルドに来る人って少ないからさ、ぶっちゃけご飯食べに来る人少ないじゃん。普通ファミリー層でさ、ガストとかさ、デニーズとかそういうとこに行くんだったらわかるけど、年末に家族で食事でマクドナルドはないじゃん、選択肢として。だからお客さん少ないんだよ。その割には無駄にスタッフがたくさんいるというね、ちょっとね、読めてないね。人員が無駄に多いというね。まあ、これはね、経営としてはね、はっきり言ってダメだね。人が無駄に多いと。その季節的なものをね、ちゃんと考慮できてないね。この前からね、パソコンをね、ヤマダ電機で買おうか、野島で買おうか、ちょっと迷ってて、ちょっと迷ってんだよね。まあ、ネットで今年、もう3台以上買ってんだけど、あとね、2台ぐらい買おうかなと思ってて、ちょっとね、ヤマダ電機か野島かどっちかで買おうかなって思っております。でもね、もう3台買っちゃったからさ、結構ね、いっぱい買ってるよ。